カズレーザーと松陰寺のチルルーム、ま、出た出た漫画、漫画、あ漫画、芸人さん漫画好きだね、みんな好きっすね、ほんとみんな好きっすね。未だにジャンプ出たっつって若くしてる人よりもね、ハンターハンターもみんな一時話しましたね。ね、でもね、俺ね、漫画はね子供の時あんま見なかった。え、家になかったの。おお、そのなんかお兄ちゃんがいてなんかジャンプ読んでるとかさ、そういう人結構いたけど、 うちに本当になかったんだよね。うちもでも兄貴が買ったりするから、うん、自然と読んでただけで自分であんま買ってなかった。あ、本当。家にある漫画読んでました。親父がゴルゴとか好きだから。あ、そうなんだ。ゴルゴとか読んだりして。そうだ、家にある、そう、親父の漫画だね。俺も見てたの。そうなんです。何読んでました。漂流教室と、あ、はい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 、あと大井龍馬、はあ、がなんか家にあって、なんかそれ全部見てた覚えはある。オイルも面白いですね。面白い。でまあ大人になってから見る漫画も面白いよね。うん、いや、むちゃくちゃ面白いですよ、もう、うん。なんか見てる今。今俺追ってんのは青い炎っていう。知らない。あの庵野秀明さんとかと、うん、あの同級生だった。エヴァの？はい。あの大阪芸大の萌えよペンで書いてる方。島本和彦さん。島本先生、はい、あの島本和彦先生が書いてる、うん、青い炎、今も連載中。連載中です、うん、月産って今ないのかな。で俺もコミックで買ってるんですけど、うんうん、もうその当時もう島本先生が漫画家になるまでの話なんです。だ漫画、今漫画家になってからの話だと、そうなんだ、なんか漫画道みたいな感じで、うん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 、島本先生の漫画がずっと好きで、萌えよペンとかずっと読んでて、うんうんうん、なんかね、言葉がすごい熱くて楽しいんですよ。へー。何系、その人生ドキュメンタル的なこと、その人の人生を描い、島本先生が、まあ、うん、漫画好きな少年が大学入って、そこからプロの漫画家になって、うんうん、っていう話をずっと書いてるんですけど、うんうん、島本先生ってダメなやつなんですよ、うん、全然ダメで嫉妬ばっかしてて、うん、で同級生にあのエヴァ作ったグループとか安藤さんとかいるから、うん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 、ずっと嫉妬してるんですよ、うん、才能がありすぎて、うん、でも翔先生も先にプロになるんですけど、うん、全然勝てねえなとか、周りのやつにずっと心の中で悪口言いながら、うんうんうん、成長していく話がすっげえ楽しいですよ。翔先生ね、ただただ熱くて面白いです。あ、それこそあれだ、逆境ないとか書いてるか、あのただ言葉が熱いだけの話書くのがすっごいうまくて、結構じゃあ熱血系なの、熱血系なのにやってることがしょぼいみたいなのがすっごい面白いです。あ、そうなんだ。言葉がね面白くて、やっぱ翔先生読んでるの、これ最近Kindle とかでもうパッて買っちゃうんだけど、はいはい、押見修造先生の血の輪立ちっていうのがね、はい、あれ血の輪立ち、あ、ちょっとつけません。そう、めっちゃ、あれめっちゃ怖い。あれ怖いっすよね。あれ怖い。でも怖いけど、その人間が本来持ってる憎悪とか、はい、そういうのがそのひねくれて表面に出ちゃう話なんだけど、怖いっす、マジで怖いのよ。俺ね、伊集院さんにお勧めしてもらって、あ、そう、伊集院さん、俺も伊集院さんに聞いて、で、なんか伊集院さんとお仕事するために、あ、これ、あれだ、これなんか読んだことあるなと思って、一巻から僕、Kindle 買って、一、うんうん、巻はまだそんなソプリがないの。急にめっちゃめちゃ怖くなる。怖いんだよ、あれも。でもあれ怖いけどさ、読み進めていくとさ、はい、ちょっと恋愛とかあったりさ、はい、なんかね、そういうのが絶妙なバランスで、でも絶対不幸になるじゃんと思いながら、そう、それも待ってるんですよ。そう、でもね、止まらないんだよね、やっぱあれめちゃめちゃ怖いさ。怖いけど、なんか面白い、怖面白いよね、はい、うん、あ、面白い。あ、そういうの好きなんですね。そういうの好き。怖い系、なんだろうな、俺やっぱバトルものとかばっかり読んじゃいますね。あ、そうなんだ。キングダムとか読んでるし。そうだ、俺もワンピースとかは、ワンピースは本当に最初の5、6巻、もうちょい読んだかな、で、やめちゃったんですよ。あ、俺も一緒や。で、うん、どっかのタイミングでまとまったら読もう、まあ完結したら読もうって思ったら100巻出てるじゃないですか。読むタイミングが全然ないんですよ。俺もなんかね、ウェブで100巻まとめ買いみたいな、はい、そのすげえちょっと前にワンピースがめちゃくちゃ面白いみたいなみんな言ってたじゃん、はい、で俺ワンピース一巻も見たことなかったから、はい、こんなにみんな盛り上がってるんだな、はい、ちょっと買おうと思って、はいはいはい、もうそのテレビも出始めてたから、はい、お金はあるから、はい、100巻全部買ってまえと思って、まあ、だいぶ割引になってたよ、まとめ買いで、はい、で、データで買ったんだけど、はい、今100巻中6巻ぐらいしかまだしか読んでないの。いや、でもなんか読むタイミング、なんだろうな、いや面白いですよ、めちゃめちゃ面白いですけど、うんうんうん、でこんだけやっぱ国民が熱狂してるから絶対面白いんだけど、面白いに決まってるんですけど、でも途中で別にいいやって思ったらもう読まなくなっちゃう。そうなの、これが難しくてさ、どっか、ま、
どこまで読んだら面白いっていうのを聞くし、うん、でも俺本当に一番いいのがワンピースだけガンガンネタバレしてくるっていう。ああまあそうね、うん、会ったこともないのにエースは死ぬんでしょ何それそっかもうみんな知っちゃったからね俺もうすげえ嫌なんですよでもうそれすらもう過去の話ですずいぶん、ずいぶん前らしいんですよそれも。そうねだから最近はなんとかなんか、赤キジが赤犬がなんとかみたいな犬猿キジみたいなの出てくるらしいんですよ。あそうなんだ。で白ひげが黒ひげ日本編のやつかな。そうなんか白ひげ黒ひげってやってそいつらがどうこうなるのは平気で喋ってるからあなんか知らないキャラが出てきてもう読む気ないねそうなってくるうわーってみんなで俺別にネタバレ全然平気なんですよ、うん、なんだろうネタバレあそれネタバレだから言わないでって言われるのが嫌なぐらいなんですよ。だから普通に喋っちゃいたいし言われてもいいんですけど、うんなんかワンピースのネタバレをするやつは他のネタバレをめっちゃ怒るっていうのがすげえやなんですよお前は平気でネタバレするくせにこっちがなんかの漫画の話になって最近面白いなったこれ面白いよこうこうこうでうわそんな言わないでよお前さっきワンピースのネタバレめっちゃしてなかったか全部言ってたのにっていうね、うん、95、6巻ぐらいまで喋ってなかったかみたいなそうなんだね、あれが嫌なんですよ。やっぱあと先が長いっていうのがねそうなんですよ、うん、どっかで飽きたらすげえ嫌だな。そうであと飽きたっていうのもすごいなんかそうなのよだからは言われるのも嫌なんですよ。そうだからまだそこなの、はい、ってなっているからだからなんか進まなくなっちゃってはいるんだけどね、はい、あと俺進撃の巨人かな今日も来てるけど。ああこれ面白いよ。なんか俺も途中で読んでないな。読んでない読んでないです。進撃巨人もなんかまあまあネタバレが始まってから、うん、なんかへえってなんかざっくり知ってなんか読まなくなっちゃうじゃないですか、うん、あそう、はい、そうか終わったんですよね。もう終わった。やっぱ最後まで超面白いです。面白かったね、あそうなら読みたいな。なんかちょっと現実今ある世の中とリンクしてるところとかあるからさ、はい、なんかそういうのも面白いなって。最初の頃本当にただ巨人が怖い漫画じゃないですか。そう入り口そうなんだけどめちゃめちゃ怖いってなって、そう読み進めていくとね面白いよね。やっぱすごいですあれ広がっていくのがすごいなと思うんですよね、うん、その進め方がそう描き方がやっぱ最初面白かった、うん、面白かった。